はい、どうも、サムライです。成人式のヘアアレンジなんですけど、サムライみたいな創作、髪飾り、オリジナルのオーダー髪飾りなんかをつける時のやり方も踏まえて、ちょっとくるりんぱを入れて三つ編みだけでも成人式式典に行ける、アレンジをしてみました。なんかちょっと縦画像で違う編集ソフトなんで、いつもちょっと慣れてない感じなんですけど、このですね、ゆるふわの部分はもうゴムを留める部分だけでいいので、一回くるっと巻くだけで大丈夫です。今ここ指さしたところはですね、ミックス巻きにしてあるので、ミックス巻きっていうのは美容師さん用語で言うと、フォワードとリバースっていうことですね。ここがちょうど分かれ目みたいな感じになるので、ここを目指してここを一回くるりんぱするんですよね。サムライね、くるりんぱちょっと苦手意識があったんですけど、いろいろちょっと練習してたら発見したんですが、くびれができてくれるんですよね。うまい具合にトップのゆるふわとここから三つ編みしていくんですけど、この時にくびれができてくれるっていう利点があったのと、あとここで三つ編み最後までしまして、でそこでシニオン作ったりするんですけど、その時にですね、ここのゴムの部分にピンが引っかかるっていうことで、皆さんがね、すごいくるりんぱ大流行した意味がなんか随分昔なんですけど、今更すごい納得、皆さんがこのくるりんぱを採用したすごいこの利点を今頃納得っていうことなんですね。それぐらいこう他の動画を見ないので、ちょっと自分なりにこう納得するってしてから使用するっていうことですね。はい、ちょっとね、こめかみあたりに癖があるんですけど、皆さんは癖をちゃんとこうストレートアイロンとかで取ってからやってください。このままですね、頬のあたりをこうもう出したい人もいれば、ちょっとこめかみあたりにちょっとね、 AKB さんみたいなこう一本残したいっていうお嬢さんもいるので、美容師さんだったら大体聞くと思うんですけど、このこめかみっていうより前髪の延長上のこのあたりですね。このあたりって普通お嬢さんちょっと薄かったりするんですけど、そこの薄いところを突っ張ると結構ですね、こうちょっと薄い肌の部分が見えるのが、メイクとかでもごまかしたりするんですけど、そういう部分を隠すためにもちょっと出したいっていうお嬢様もいますので、その場合は耳の横の、ところじゃなくて、まあ男性でいう瓶みたいな感じでね、あそこじゃなくて上から取るっていうのをしています。まあこれはもう随分昔から皆さんがこうやられてると思うんですけど、ここのところはもう自由で大丈夫なんですけど、まあちょっとネープの紙を入れたいので編み込みしています。全部キチキチにしてしまわないで、結構キキキッと引っ張ってますけど、片方だけ、ほぐしヘアを入れてるんですね。これはこう撮影カメラマンもしてるサムライとしましては、今のインスタで流行ってるヘアのゆるふわってほとんどね、バックショットがめちゃくちゃなんか主役みたいに映るんですけど、どっちか言うとこう前からの、ショットした時に髪飾りとか髪の毛がどういう風にちょっとアレンジされてるかっていうのも結構重要なとこなんですよね。そこがやっぱりこうカメラマンでもある自分のこだわりっていうところです。でこのままですね、サイドの髪をこういう風に上に持ってくることもできたんですけど、今回はネープの毛を入れたかったので下になってしまいました。はい、で、ほぐしヘアの時にですね、もう皆さんよくご存知だと思うんですけど、なんかある程度まで編んでほぐす、そしてまた追加である程度まで編んでほぐすっていうことをしないと、いっぺんにやろうとするとこのほぐれなかったり
なんかほぐしすぎたりする時もちょっと戻ることができるんですね。全部いきなり全部をほぐそうと思ったら、なんか三つ編みも失敗しちゃったら全やり直しっていう感じになるので、なんか侍の場合は部分的にほぐしてこう分割するようにしています。で、毛先はラバーゴムで留めて、でやっぱりですね、百均さんもだいぶしっかりしてきたんですけど、やっぱり業務用の方がやっぱりラバーゴムはしっかりしてるなっていうのが印象です。でこれ今くるっとしたんですけど、ネープの毛を編み込み最後までできなかったので、ここのシニオンのやっぱりくるりんぱんな感じですね、このまま入れ込んでピンで留めております。普通のサムラは割とアメピン使ってるんですけど、玉付きピンだったりショートピンを結構多用していますね。ショートピンっていうのがですね、結構こういう、ちょっと留めたい時とかに、なんか髪飾りとかに引っかからずにすごく便利です。でこのね、最後の部分もくるりんぱの中に収納しちゃいます。これも臨機応変でですね、たまたまこの髪の毛の場合はこういう風にやってますけど、なんかそれが、編み込みがですね、左サイドからスタートする場合は上に持ってくることもできます。こう見てっていう感じでやってますけど、これ何が言いたかったかと言いますと、もうちょっとズームしたらよかったんですけど、ゴムと、最後のとこゴムラバーゴム留めてるんですけど、ゴムとでくるっとした部分のその間のところが結構しっかりするんで、ピン と、地肌を留めるのにすごく、なんか適してるというか、一本でしっかり止まってくれるんですよね。で左はちょっと仕込んでおいた、これ本当簡単な三つ編みだけなんですよね。三つ編みで、そしてなんか一部分までで止めてたんですけど、また最後、根元まで、はい、全部ほぐしました。でこれもなんか場合によってですけど、右からは下にかぶって、左からは上からくるっと回して、そして、こちらの右側の留めた部分ふわふわしてるので、ここにピンを一本刺して、はい、これで完了ですね。はい、でこっからなんですけど、ちょっとお預かりしてた、お預かり、ご注文っていうか、お知り合いの方に依頼されてた髪飾りをつけていきます。はい、髪飾りはですね、コームタイプとあと U ピンタイプを使用してます。このですね、右からくる編み込み部分がですね、根元が、コームが刺さるように配置したっていうのがあるんですね。でこの最初にしたくるりんぱの三つ編みに、それがもう昔でいうシニオン部分ですね、そこに U ピンをさせるっていう感じになってます。でちょっとこう、色のポイント作りたかったので、ちょっと紫のお花とかも足します。これがですね、玉かんざしではないんですけど、ボール状のものも最近流行ってきましたね。あれって本当にブライダルだったんですけど、成人式でも採用されます。でそして、サムライは割とこういう風に創作の時に、水引きとかこういうゴールドのレース状のものとか、素材違いのものを足したりするんですね。これも本当は U ピンはちょっとひねると外れにくくなるんですけど、こういう風に成人式らしい感じになります。はい。そしてですね、これも今年、去年ぐらいからですかね、流行ってきた紐状のものですね。はい。紐状のものをつけたいっていう場合、もういっぱい持ってくるお客さんもいると思うんですけど、なんかバランス見て、編み込みの邪魔しないとか、ゆるふわの邪魔しない、こういうサイドの部分とかにつけてあげるといいと思います。ぐるっと回してですね、遅れ毛は巻いてないんですけど、こう左右から見て髪飾りがついてるっていうのが、まあカメラマン目線としても、美容師目線としてもこだわり。